お菊の父源兵衛を演じられました佐藤小一さんお願いいたします、えー。こんばんは。今日はありがとうございます。ちょっとこの並びが嫌なんで変わってもらえますか <laughs>。<laughs> ちょっと <laughs> こういう舞台で <laughs> こういう並びはちょっと恥ずかしいんですけど、まあ、えー、本当になんか見たようで全く見たことがない総集そ,そういう時代劇になったと思います。えー、ぜひ皆さん。 広めてやってください。お願いします。ありがとうございます。これまで数多くの坂本監督の作品にご出演されてきましたけれども、今作の撮影は佐藤さんいかがだったでしょうか。どのような雰囲気でお感じになったことはありましたでしょうか。まあ、あの坂本さんの、その。映画というものに対する取り組。取り組み方。 やっぱりその中で、やっぱり自分が常に学んできたことそうじゃないことをやりたい部分とそこ,へそこら辺のところの部分の戦いが坂本さんの中にあると思うんですけどで今回、非常にさっきも監督がおっしゃったようにおわいやそこ,にそこに生き,生きるその若者たちそしてその時代の終わりを悟りながら消えていく者たちそういうものの取り組み方 取り込み方というのが、ね、非常に今回も今回は非常に明確に出たと思うし僕は非常に面白く遊ばせてもらったんですけどね遊ばせてもらうという言い方は非常にあ,あれかもしれないけどやっぱり遊ばしてもらいました実際に完成した作品をご覧になってどういったご感想を非常にこれを海外に持っていくっていうふうに原田 P がおっしゃった時にお面白いなっていうかでやっぱり。 それをこう受け入れるところとやはりどうしてももう最初からこれがダメだというそういうところがあったりその各フェスティバルでねこ,ここまでいっちゃっていいのか分かんないけどだからそれが僕は非常に面白くてあなるほどねっていう、うん、そこら辺が僕なんか非常に興味深くて面白かったです。 日本の時代劇に求めているものそしてまあテーマ的なものでの表現として,、ね、表現としての、はい、そこへのまあリアクションがとてもま興味深いところではありますがあの今見ていただいた皆さん、えーね、あのぜひキャストの皆さんの,この撮影中のことも伺いたいかなと思うんですけれども黒木さん、勘一郎さん、池松さん共演されて何か印象深い出来事、撮影、まあ、シーンとはありましたが黒木さん、いかがでした印象深い

ありますか、えー、さっき僕トイレご,ごめんなさいねこんな話でトイレ行ったらああそ,うそこのトイレですねおしっこしてたら黒木さんがいました <laughs> すいませんこんな話、うん、ちょっと恥ずかしかったですけどねあ本当ですか、はい、私がいたわけじゃないんでしょだって私の写真があっただけに <laughs> <が>見てないですお互い宗介さんと自分のパネルの前であのトイレをしてたんですけど <laughs> 右見たらあの黒木さんがいて<ー>なんか恥ずかしいねって。 これはでも撮影のエピソードじゃないですも、ね、ん。<laughs> 今の今のエピソードで言うとやっぱうんこあのかかるところが、ね、結構あったから撮影終わって撮り終わって最後二人でお風呂でうんこ流すまでが一、ね、日でしたね、なんたねそれがそうなんです京都の撮影場のお風呂で一緒に風呂を入って毎日帰るっていうのは。 日課でしたね。ねそれだけもうしっ,、ね、しっかりついて浴びてらっしゃった。<れ>楽しかったですか。それが。あ、ごめんなさい。浴びてらっしゃったってことなんですね。もうついて全身に浴びてたってことですね。そうですね。やってましたね。やってましたね。しかもあれちょっと臭いんですよ。やっぱ発酵させてるので。嫌な匂いがするんですよね。あちらは原田さん、ごじ、お作りになってるってことですもんね。美術って。まあ、僕は作ってないですけど、ええ、その。 担当がやってるんですけど、えーはい、あの時はあのオフ食べる段ボール最初は段ボールででえー、っと次はかかるっていうことになったんでオフで作ってはいでいろいろ大丈夫ですか、はい、っていう感じで作ってますおめでとげや勝ありがとうございますそうですね本当にね ありがとうございますあの印象的なシーンでいうとすいません佐藤さんと寛一郎さんがかわ屋の扉越しに会話をするというところこれ見た方、必ず皆さん挙げるその共演シーンになってましたが佐藤さん、その共演シーンに関してとてもあの重要なセリフもありましたけれどもいかがでしたかあの、まあ、扉を隔てたこちら側とあちら側っていう映画の中の表現っていうのは大概、こう叙情的であったり。 なんか刹那的な最後の別れであったりそういうシーンが主なんですよ。で非常にポエムなところなんだけど今回は片や川屋で生き見ながらその生きんだものを待ってる男それが数ページにわたって会話をするっていうシーンがとっても面白くて僕はで最後吹く,吹くとこまで <laughs> 始末まで。 前から吹くか後ろから吹くどっちでから吹くとかっていうのを監督と話しながらもう本当に楽しかったですねで本より少し長く気張らせてもらったんでねまあセルフの長さとの関係ですかね <laughs> <laughs> でちょっと内側にいてでああいう話をするというのが僕は非常に面白くてうくて最後にその話として世界っていうくくりになっていくで自分は 結局世界から置いていかれていく日本人の武士の僕は最後を迎えるわけでなんかそこらのところが非常に僕は面白かったですね小さい世界なんですが人もこう物も循環しているっていうのがすごくあそこで見えてきたとってもいいシーンでした。ありがとうございます